こんにちは。こんにちは。山田です。あ、中野です。今日もですね、フリーランスの中野さんですね。はい、早期退職からフリーランスになられた、うん、わけですけどね。まあ本当に僕なんかも、あ、こんな生き方したいなって思う、うんうん、生き方をされてますが、どうでしょうね、中野さんから、もしも、まあ今から結構多くなってくると思うんですよ。うんうん、人生100年っていうものの中でね、やっぱり副業、兼業みたいなものも、うん、まあ一見いいでしょうけど、うん、まあ、一つすごくシビアな現実があって、うん、年功序列とかっていうものも企業として維持できなくなってきたときに、うん、やっぱり外に出て行かざるを得なくなるっていうところ、うん、会社の枠から外れないといけないっていうことにね、やっぱり直面していくんだろうな、僕も含めてと思ってるんですけど、うん、まあ実際こう、今そういう世界でね、活躍されてる中野さんからすると、ね、楽しくやられてるんだ。なんか、そういう人たちにアドバイスってないですか、うん、うーん40代後半から50代くらいの人たちに、はい、アドバイスは偉そうなこと言う、まあ、僕の経験でいくと、まあ、とりあえずやりたいことをやってみるっていうのが一番ですね。それはあれですか、今仕事している時でもって。あ、もちろんもちろん、仕事やりたかったら仕事頑張れ。いや、だから仕事以外のことで何かやりたいことって多分いろいろあるはずなんで、ね、それをやってみる、とりあえず、ね、中野さん何だったんですか。僕は最初のきっかけはあれですよ、奈良巡りですよね。よく話をしてます。でも自分からやりたいと思ったわけじゃなくて、たまたま行ったところに東証大臣に行ったんですけど、東証大臣の時に小学校2年か3年の時の、違う、4年の時の遠足の思い出が蘇って、奈良ってすごいな、奈良巡ろうと思って、本当に奈良のほとんどの史跡は巡りましたから、3年間ぐらいね。へえ。土日と平日有休使ってあらゆるところに行きました。すごいですね。それは仕事してる間、もちろんもちろん会社サラリーマンの時に土日と有休、はい、平日の有休を使った奈良を巡って奈良巡って、五木寛之さんの百寺巡礼っていう本があるんですけど、はいはい、百の寺を巡礼する、これは日本全国の寺なんですけど、それの奈良版やろうと思って、百の寺回ろうと思ってね、それって何ですかね、中野さんにとってその目的って何ですか。それはもう、お恥ずかしいですけど、マネージャーは降格になった、その腹いせみたいな、腹いせではないけど、マネージャー降格になって、もう社内のキャリアがもうこれ以上気づけないなって思った時に、まあまあ逃げ、最初のきっかけに逃げたんですけどね、東証大臣に行ったのは、それサボって言ってます、最初は。会社の月曜日の部会がもう嫌で、もう時効で許してくださいね、体調悪いんでって言いまして、はい、でサボって、で東証大臣行った時にそういうふうな、思い出が蘇って、それをきっかけに行き出した。思い出が蘇ったってどういうこと。小学校4年の時に、ああ、その時の遠足の、はあ、だってすごいな、へえ、それきっかけで、まあ、巡るようになった。あ、そうなんですか。そう、4年ぐらい、4年、5年ぐらい前。すごいですね。じゃあその、なんでしょう、こうね、まあ、言ったら降格になった、いろんなもん、腹立ちとかいろんな思いを持って会社でちょっともうサボったねって思って、それはもうとりあえずフラッと行ったんですか。フラッと、フラッと目的もなく、で行ったらそこで小学校の時に、そうですよ、バーって思って、すごいんだなってその時はね、はい、それまで一切奈良で見向きもし、奈良に住んでるんですけど見向きもしなかったのは、奈良ってすごいなって思って、そこから奈良のことを勉強しだして、でいろんな寺とか神社とか史跡とか、古墳とかね、そういうのもありとあらゆるものもありました。休みの日使って、休み。じゃああれですか、やっぱりその中野さんとしたら、その降格になった会社に対するいろんな思いってあるじゃないですか、でそういうものはどうなんですか。でもうこう気持ちがポンとこう、そういうも別の目的ができて、そうそう、目的が、まあそこで生き返ったとか、まあ、だから今では会社のことしか考えてないんだけど、そこの世界にもいろいろあるなっていうのを初めて知ったっていうかね、あくまで一人で楽しむだけのものですけどね。なるほどなるほど。あ、でもそこはなんかすごいですね、目的、自分の目的。でも逆にあれですかね、今までこう言ったらマネージャーずっとされていて、その時の目的って今思うと何だったんですかね。ああ、
うんうん、当時はまだ右肩上がりでね、給料も上がっていってるし、うんうん、チーム上がっていってて、うんうん、まあ、このままずっと続くんやろうななんて思ったのが、うんうんうん、まあ、いきなりこうガシャッとね、うんうん、落とされたんで、まあ、当時のだから目的はここしかなかったんですよね。なるほど。給料とかチームとかね、うんうん、生活の手段、そうそうそう、あ、まあ、もちろん会社は好きだから会社のことは愛してましたけど、うんうんうん、自分自身の目的っていうのは別に会社への貢献というよりも自分の生活の向上っていうのがね、まあ目的だったかなと思う。それがなくなった。それがそのたまたま行った、うん、まあ奈良、うんうん、お寺で、うん、パコンってできたわけですね、目的が。そうそうそう。何の目的やろ。でも奈良を知りたい。そうそうそう。それをどのぐらいかけてんのかな、ま、5年ぐらい前。うわ、5年ですか。まあ、もともとその時に芽生えたのは、その小学校の時に思い出してくれた奈良っていう、まあ、そこで初めて奈良にお世話になったなっていうのが、うんうんうん、まあ、まあ、こう分かってきたっていうか、うんうんうん、自分の思いに湧き上がってきて、うん、で奈良に恩返し しなあかんなと思ったんですね。だから、僕その定年退職後は、奈良に来られる方に奈良の良さを知ってもらうような観光コンシェルジュをやりたいなって、その当時は思って。今は思ってないんですけど。でも明らかにその時に一つの目的ができたってことですもんね。そうそうそう。あ、目的って大事ですね。うん、ああ、これで。そうですね。今日ちょっとまた新しい中野さんの話が聞けて、僕はそれ新鮮でしたけど。そうですね。はい。寺巡りの話しかしてないです。いやいやいや。またちょっと次の話も聞きたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。